ちゃんが毎日の生活の中で習慣化している秘密のルーティーンって。朝栄養ドリンクを飲むことです。成長期の頃から変わらずずっと眠たくて。あ、もう今もずっと眠いずっと眠たくてメイク前にカッと飲むと、うん、そこからシャキッとしてこうスイッチが変わる感覚があって。失敗したからもうこれはやらないっていうルーティーンあったりします？お昼ご飯とか朝ご飯を現場に持っていくこと、同じものを食べ続けちゃう癖があるので。その時ハマったのは手羽元だったんですけど。手羽元って何なの？手羽先は手羽先なのね。手羽先もうここら辺かな。それをもう持ってって現場でこうかじってたんです。骨があるんで。シュールな絵ね。時間もかかるんですよ。でも口もつくわよそんなの。ちょっと やめた方がいいなと思って。手も汚れちゃうし。ちょっと日々の弁当ってより手羽元やめればよかったんじゃないのそうなんですよ、まさにそうなんです。